凍てつく札幌からダホンの新商品ですね、あの2017年型の、車両をいろいろご案内をしております。今回はあのカーブ D7 ですね、16インチのダホンです。ダホンイコールまあ20インチっていうのが一般的なイメージなんですが、それを覆す、やっぱ折りたたんだ時の寸法をなるだけ小さくして、でなおかつその上であのダホンらしいちゃんとキビキビ走りますと、そういう車両を目指して、多分これも今から10年以上前にこのフレームは出てると思います。でその当時からなんだかんだ言いながらフレームもいろいろ補強がされたりとかしてまして、ちょっと感心するのは上から見ると分かりますよね、ここの部分の補強ですね。この補強がちゃんとチェーンラインが出たりとかいうことを念頭に置いて作られてるっていうのはやっぱ本当にダホンらしい良心的なところだと思います。でここの部分もねガチッと強度が出る、ここですね、ここ辺とかにちゃんと補強、この辺ですね、この辺に補強が入ったりとか、してまして、一般的な、その辺で売ってる16インチの折りたたみ車とは一線を画してますということを明確に歌い上げているように思います。であとはね、ちょっと感心するのは、ここですね、ギア、こうなってますけども、フロントシングルの自転車って、意外にこっち側にチェーンが落ちたりっていうのは往々にしてあるんですけども、そうならないように、ちゃんと両側からチェーンガードで包んでくれてますと。いうところはやっぱりさすがのダホンだなというふうに感心をするところ。で、車体の方を見ていきますと、もうね、最近入ってきたダホンに関してご説明することって言ったらもう同じことが多いんですけど、ここですね、ここにちゃんとネジ穴がつくようになりましたね。ターンのラゲッジトラスとか、ああいうカバンを運ぶシステムが非常に充実してきてます。で、リアキャリアもね、ちゃんとつくような工夫がなされてるんですけども、これに合うキャリアって、あんのかなっていう気がしないでもなく、で、実際これにね、荷物を山のように積んで走るっていう人はあんまりいらっしゃらないと思いますので、フロントのね、キャリアシステムをうまい具合に使ってあげると、非常に、よく走るんじゃないかと思います。で、私の記憶に間違いがなければ、これが出てすぐの頃のイギリスの折りたたみの自転車の雑誌に、ブロンプトンキラーっていう風な紹介がされてたのを今でもよく覚えてます。で、フロントのね、キャリアシステムがどんどん充実してきた今、折りたたんだ後ね、ブロンプトンみたいに転がしていきますよとか、いうような要望がない人の場合は、実はこれ、ブロンプトンのほぼ3分の1ぐらいの値段で、売られたりしてるものなので、ひょっとするとそういう人にとってはブロンプトンをキルするというようなものになっていると言えるかもしれませんね。ブロンプトンの場合は、ダホンがね、こういうものを出してくるというのをある程度念頭に置いて、高くてもやっぱり俺はいいものなんだということを、全身で訴えるような、車両作りをしているとは思いますので、どちらがいいかはやっぱそのユーザーさんが判断することになると思います。で、そういうふうにこうやって見てくると、もうこのフレームもね、デビューしてやがて10年以上経ってますので、信頼性という点では全く問題がないでしょうし、小さいですけど、これ基本的にアメリカで売られることを前提に車両が作られてます。ということはヘビーウェイトのアメリカ人が乗っても壊れないような工夫がなされてます。で、後ろのスポークの本数なんですけども、16インチとして見た時にはかなり本数が多いんですよね。なのでリアのスポークが折れたりとかそういうこともないような工夫をしましょうということでできてますので、やっぱなんだかんだ言いながら、やっぱ細かいところまで本当に行き届いた、工夫がなされている、なかなかいい自転車ではないかなと思います。ダホンのカーブ D7、 これおすすめだと思いますよ。で、実際これ僕もね、乗っていろんなところに行ってみてえなと思わなくではない、そんな1台ですね。